お疲れ様です。サトシです。今日もよろしくお願いいたします。今回はあれもこれも練習してる時間がないなら、あれもこれも練習するなという話をさせていただきます。今回の結論から言いますと、毎日の練習時間がなかなか取れない人はこれだけやってれば OK です。時間がたくさん取れる日に他のものを練習してください。では行きましょう。先ほどこれだけやっていれば OK と言いましたけども、それはちゃんとクリックを使っている、いや雑にやらず丁寧に行う、焦らないなど基本的なことをしっかりと把握した上でのことです。別に急いでやる必要はないんで、毎日の短い時間の中でちょっとだけやってみてください。そしてこの内容は前回の動画のグレードアップ版です。まだ見てない方は先にそちらをチェックしてみてください。前回は3和音のダイアトニックコードだったのに対して、今回は4和音です。まずは C メジャーキーでのダイアトニックコードの確認をしましょう。ピッキングはもちろんオルタネイトです。そして前回同様に、ただポジションをなぞるのではなく、自分は今は C メジャーセブンスのアルペジオを弾いているんだといった認識をしながら弾いてください。運指に関しては僕と同じものをおすすめします。 C メジャーセブンス、D マイナーセブンス、E マイナーセブンス、F メジャーセブンス、 G セブンス、 A マイナーセブンス、 B マイナーセブンス、フラットフィフス。今回のコードアルペジオで少しだけポイントを簡単に説明いたします。まず C メジャーセブンス、3弦5フレットと2弦5フレットを同じ中指で音源するんですけども、音が重ならないように指を少しくねらせるようにして動かします。決してこういうふうにはならずに、4番目に出てくる F メジャーセブンスも同じように対応して弾いてください。そしてこのコードアルペジオを弾くときに必ず度数も意識して弾いてください。1、3、5、7 1、3、5、7、全部この順番です。1、3、5、7、1、3、5、7。なんとなくなぞるのではなく、このコードのこの音度数を弾いているんだという認識を強めてください。 C メジャーセブンス、1、3、5、7 1、3、5、7、 D マイナーセブンス、1、3、5、7 1、3、5、7。今の度数なんですけども、本当は3度のところ、いやセブンスの7度のところのところにメジャーサードなどといったメジャーマイナーも付け加えた方がいいのですが、そういうのを最初からいっぺんにやってしまうととても混乱してしまう恐れがありますので、今回は1度、3度、5度、7度、1、3、5、7だけにしましょう。C メジャーセブンス、1、3、5、7 1、3、5、7、 D マイナーセブンス、1、3、5、7 1、3、5、7、 E マイナーセブンス、1、3、5、7 1、3、5、7、 F メジャーセブンス、1、3、5、7 1、3、5、7。クリックに合わせるときは度数を読み上げなくても大丈夫です。クリックに合わせる前の練習確認のときにやってみてください。これをやるのとやらないでは1年後に大きくめちゃめちゃ影響します。マジでやっといてください。
では今やっていただいた4話音のアルペジオをそのまま終了させるのではなく、結構できちゃった人たちは実際の曲に合わせて弾いてみましょう。最初にやるのは歌物のセッションでも人気のあるマルーン5のサンネモニングです。進行はこちらです。この曲はすごくシンプルで、基本のコードは3つです。キーが C メジャーなので、先ほどのダイアトニックコードアルペジオをそのまま使います。実際の曲に雰囲気を寄せる場合や原曲に合わせる場合は Dm7th Gm7th の進行が1小節ずつではなく2拍ずつなので16分音符で弾くこととなります。今回は全て5弦始まりのアルペジオでやっていますね。素早い移動力を身につけましょう。次にジャズやボサノバ系セッションでよくやられるブルーボッサの進行に合わせてやってみましょう。コード進行はこちらです。ここで少し動画を止めていただいて、この進行に先ほどのアルペジオを当てはめてみてください。できましたでしょうか。では正解はこちらです。フラットがついているコードが出てくるとちょっと分かりにくいですよね。そんな時はやっぱりいきなり早く弾こうとせずに、ゆっくりと確認して確実に体に染み込ませていきましょう。次に歌物セッションでめちゃめちゃよくやられるマルノチサディスティックでアルペジオを弾いてみましょう。コード進行はこちらです。ほとんどのセッションの場合、ソロ回しなどで使うコード進行はこちらの部分です。今回は4つのコードが出てきまして、それらが全て2拍ずつとなりますので、先ほどのアルペジオを全て使い切るというなら、リズムが16分音符となります。8音符リズムで弾く場合は、各アルペジオの最初の4音のみを弾けばうまく当てはまります。ちなみに今更なんですけども、アルペジオトレーニングをたくさんやると音感がかなり良くなります。コードの音を1音ずつ確認しながら弾き取ることが理由だと思われます。ですので、いつも言ってますけども、なんとなくやるのではなく、ゆっ
くりでいいので確実に確認しながら弾いていきましょう。最後にジャムセッションでよく演奏されるスティービー・ワンダーのイズンドシーラビーの最初の4小節をアルペジオで弾いてみましょう。進行はこちらです。こちらは原曲の進行ですね。たまにジャズのセッションとかだとキーが F メジャーで演奏されることがたまにあります。今回は5弦始まりのアルペジオを使ってますので、それ限定でやってますので横移動が多いのでちょっと大変かもしれません。もし今日やった5弦始まりのアルペジオを6弦を交えたやり方、6弦始まりのやり方に変更できる方はぜひそちらを交えて、移動を少なくするやり方もぜひチャレンジしてみてください。今回やったダイアトニックコード4和音のアルペジオの活用法として、練習の活用法、他の曲に活かすということで曲を、いろんな曲を紹介はさせていただきました。先ほど最後の曲の紹介を終えたんですけども、最後にですねフレージングのコツなんですけども、今回やっぱ基礎練習ということなので、例えば最後のイズンドシーラビーだと C シャープマイナーセブンスが出てくるじゃないですか。これをまあオルタネートピッキングで、まあ、全部弾いてますね。だけども実際演奏するときは別にこちらの5弦の部分をハンマリングしたり、3弦もハンマリングできますね。1弦もハンマリングできますね。別にそれでも全然 OK です。ニュアンス結構変わっちゃいますね。僕のおすすめは5弦だけハンマリングする感じですかね。おすすめというか僕が好きなのはこのバージョンです。慣れてきちゃったら別にスイープピッキングでも大事です。いかがでしたでしょうか。せっかく基礎トレとしてアルペジオをやってきた、それで運指とピッキングは鍛えられたけども、その後は何も変化はないという人結構多かったと思います。そういう経験をされた方々はぜひ今回の内容で練習してみてください。一気に世界が変わります。今後も YouTube で皆さんに役立つような内容の動画を投稿してまいります。しかし中には YouTube、 こちらのチャンネルでは公開したくないものもあったりします。そういった無料レッスン動画は僕の公式 LINE に登録していただけると見れるようになります。 YouTube に公開していない限定動画が全てです。見逃さないようにぜひお友達登録を概要欄からよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。お疲れ様でした。ではまたすぐにレッスン動画をアップさせていただきます。ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。よろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。